竹信稲荷神社は、京都府京都市中京区にある神社。旧社格は孫社。筆勝、命名、名付けに利益があるとされる。859年2月、藤原義美によって創建された。当時、境内北側一帯には、藤原市の学問所である、官学院と西側一帯に療養施設である延命院があり、神社は、その守護者として祀られた。 後に時代が下ると、藤原武信という人物が当社を厚く信仰したため武信稲荷と呼ばれるようになった。寛永年間に青山晴馬守の判定になる。元六年間に現在地で祭祀、明治六年に尊者となる。大正十一年十月九日、新援地の改修願い。玉垣を新造する際にその内側に新援を整備した。二千十一年に、 境内の改修が行われた。本殿の他に以下の抹茶がある。境内には平野茂森が五福島神社から移植したと伝えられる絵の木の大木があり、樹齢850年以上の大樹として京都市天然記念物にも指定されている。幕末には神社の目の前に六角獄舎があり、多くの勤師捕捉えられていた。後に、 坂本龍馬の妻となるお寮は、安政の大獄で、六角獄者に捕らえられた父、奈良崎進作の安否を見るべく、龍馬と共に木に登って探っていたとされる。また、幕府に追われていた龍馬は、お寮に、京都にいることを示すべく木に、竜と掘って伝言を書き残し、その伝言が元で二人は再会できたという。龍馬とお寮の中を取り持ったとして、縁の木と言われる。 ありがとうございます。